この予算委員会で私が最も数多く取り上げた集団的自衛権に関するやり取りの第1回です。まあ、この中で私が申し上げたことは、憲法9条は海外で武力行使しないということがその根幹であって、集団的自衛権を認めることはその大きな方針根幹を変えることになると、そのことの重大性についてきちんと認識しているのかと、そういう観点で質問したものです。安倍さんはやや動揺されたのか、きちんとした答えは返ってきませんでした。憲法ができた時だけではなくてですね、その後さまざまな議論がこの国会を中心に行われてまいりました。私も初めて当選した時、自由民主党におりましたけれども、国連平和協力法、それからアメリカで9.11 のテロがあってテロ特措法、その時は私は野党側の責任者でありました。安倍総理は官房副長官、いろいろご相談したこともありました。こういった一連の流れの中で、我が国として貫いてきたのは、海外において武力行使しないと、憲法9条の解釈として海外において武力行使しないというですね、この一線を貫いてきたというのが、私は戦後のこの国会の、あるいは日本国の歴史だったと思うわけです。で、今回ですね、集団的自衛権を行使する、もしこれを認めるということになれば、海外において我が国が武力行使をするということに当然道を開くことになるわけです。それだけ大きなことだ。もちろん総理がおっしゃるように、それは国際情勢、我が国を取り巻く安全保障環境が大きく変わっています。そのことは分かりますけれども、同時に我が国が海外において武力行使できるようになるという、戦後のずっと貫いてきた武力行使しないという考え方を大きく転換するという、そういう問題であるという、極めて大きな問題であるという認識は総理にはおありになりますか。安倍内閣総理大臣。先ほど憲法9条の本質について武力行使しない、若干舌足らずだったんですが、つまり、日本の武力行使にはですね、通常の国と違ってさまざまな、これは制約がかかっているという意味において、武力行使を、基本的に武力行使をしないということでありまして、その中においてですね、この、9条の解釈についてはですね、この9条の中に、自衛隊の存在も書いていないわけでありますし、先ほど申し上げましたように、個別的自衛権、もちろん集団的自衛権もそうなんですが、そのことも書き込んでは、いないわけで、ありまして、つまりその中で、砂川判決は、生存権そのものを否定しているわけではないということで、自衛隊の存在自体が合憲になったわけで、ございますが、そこで今、安保法制法において議論がなされていることはですね、国際情勢が大きく変わっている中においてですね、一国のみにおいて自国の平和と安全を守ることはできない、国際社会と協力して地域や世界の平和を確保していくことが不可欠であると、このような観点に立って安全保障の法的基盤を再構築していく必要があるという、認識のもとにですね、安保法制法において集団的自衛権と憲法との関係、そしてまたあるいは、手段安全保障とですね、憲法との関係、その中において、武力行使ということではありませんが、いわば、武器の、この、武力行使ではない武器の、行使ですね、ということについて、海外での武器の行使についての議論をしているところであります。それといわば武力行使に、武力行使に至らない、防衛出動による武力行使に至らない段階におけるですね、我が国防衛の在り方について、マイナー自衛権と言われているものでありますが、例えば戦没潜水艦が領海内に入って徘徊を続け退去しないときにどう排除することができるかということも含めてですね、そうしたものも今議論しているわけでございますが、そこでですね、その中で今先ほども申し上げたわけでありますが、まさに9条との関係においても議論をしているところでございます。岡田克也君。安保法制法にさまざまな問題について、集団的自衛権以外もですね、
集団安全保障もマイナー自衛権も議論しているということは承知をしております。で、私はそういった説明を聞いたのではなくて、我が国が戦後海外において武力行使しないとその固い決意のもとに憲法9条を解釈し、そして今日まで進んできた、そこを変えることになるということは、まあ、それはいろいろ議論あるでしょう。しかし大きなことで、国としての大きな政策転換であるという、そういう認識は総理に終わりになりますかということを私は聞いているわけです。安倍内閣総理大臣。まあ、この、まあ、いわゆる、まあ、海外における、まあ、武力行使、ということについてでありますが、まあ、この、まあ、この議論も今までずっと行われてきたわけでございまして、まあ、いわば、まあ、基本的にはですね、その海外における、まあ、武力行使ということについてはですね、まあ、例えば、これは、日本がミサイル攻撃を受けた場合ですね、その削減地に対してミサイル攻撃を受けたときに、その削減地を攻撃することができるかどうかということについては、これはかつての船田答弁があるわけでございました。そこを叩くことはできるというのは、これ、憲法上許されるという答弁があるわけでございますが、しかしその中において、我々で従来からですね、海外においては、いわゆる武力行使、ということについてはですね、武力行使はできないという考え方を取ってきているわけでございまして、そして今回ですね、我々この安保法制法で議論していることについて言えばですね、これはかなり個別具体的な話をしているわけでございまして、例えば PKO においてですね、PKO 活動というのはこれは武力行使ではそもそもないわけでありますが、そこで一緒に海外にいる、一緒に駐屯している、一緒にいる部隊がですね、テロリストに襲われた際、救助を申し出られたときにですね、この海外の他の国の部隊をですね、救出することができるかどうかということでありまして、救出する際には武器の使用ということも当然必要になってくるわけでありますが、というような議論をしているということでありまして、我々がですね、海外に出て行ってどっかの国を攻めるとかですね、そんなことは全くもちろん議論そのものをしていないわけでございまして、その中でおいて例えば一体化の問題であります。一体化の問題についてですね、燃料等をですね、戦闘中の国に給油するということについては、これは一体化するというふうに言われているわけでございますが、そういう一体化とかですね、そういうことについての議論をしているわけでございまして、海外における武力行使というと、イメージとしてですね、いきなりその自衛隊が海外に出かけていってですね、どっかの国を攻めていくというイメージを持たれるかもしれませんが、今、議論をしていることは、そんなことは全く議論をしていないということは申し上げておきたいと、このように思います。岡田克也君。総理、私の質問に対して端的にお答えいただきたいと思うんです。具体的に法制婚で今議論している個別のことについて私はお聞きしているのではありません。それはまさしく法制婚でご議論されているという総理のご答弁もありました。ですからそのことに私は踏み込んで今聞こうとは思いません。基本的な考え方のところ総理と議論したいと思って今この場に私は立っているわけです。私は先ほどから申し上げているのは、集団的自衛権の行使というもの全体を憲法解釈の変更によって認めるということになれば、それはやはり全く今と違う状況になりますよということを申し上げているわけです。いろんなその日本の安全に直接関わるような事態について、個別事案に即して議論し、それがどういう概念で整理されるのか、本当に必要だということになった場合に、そういうアプローチならいいんですけれども、まず憲法解釈で、すべての集団的自衛権を認めますと、あとは法律でやりますということになると、それは今までのこの国の利用そのものが変わるような議論になるわけで、あとは法律で規制するということだけになってしまうので、そこは私はやはりアプローチとして違うのではないかということを申し上げているわけです。で、もう一つですね、じゃあ戦力不保持、9条2項ですね、9条2項で戦力を持つことを禁じております。で、ここは自衛隊が違憲かどうかということについての、国会における長い議論がありました。私は自衛隊の皆さんには本当に気の毒だったと思います。今の政府の確立した解釈は、
自衛権の行使のための実力組織は、まあ、これは二項にいう戦力ではないと、まあ、そういう解釈だと思うんですね。しかしもし広く集団的自衛権を認めるということになれば、それはやはり防御的な実力組織だけではなくて、一般の戦力と何ら変わらなくなってしまうと、9条2項の今までの解釈を変えるということに私はならざるを得ないと思うんです。で、9条2項というのの意味がそもそもなくなってしまう、あるいは9条2項を厳格に解釈すれば、それは持ってはいけないものを持つということにも なるという、まあ、そういうことになると思うんですね。ここの9条2項の戦力総司との関係をどういうふうに総理は整理されているんですか。安倍内閣総理大臣。まず最初の議論についてですね、まあ、2つに分けられましたけれども、まあ、大体、私はどちらについて申し上げているかということは、まあ、雰囲気で分かっていただいたと思うんですが、まだこれは安保法制法において議論をしておりますから、今私が結論めいたことを申し上げることはできないわけでありますが、これはまあ基本的にはですね、まあ、今までの積み上げの答弁もあるわけで、まあ、ございますから、そしてその中で、国民的な理解を得ながら解釈を考えていくということで、あるということでありますし、再々申し上げて おりますようにですね、個別的自衛権においてもですね、個別的自衛権においても、まあ、すでに、これは9条において、これは制約がかかっているわけでありますから、これは常識的にですね、では集団的自衛権でそれが外れるということというのは、まあ、ないであろうという、まあ、そういう議論が有力ではないかと、まあ、こう思うわけでありますが、今段階で私が、これはあくまでもですね、安保法制法に議論はお任せをしているということで、ございます。そして同時にですね、同時に今おっしゃったまさに9条の2項についてですね、これ戦力の工事、まあ、これは全項の目的を達成するためのということでありますが、このここがですね、この2項についての制約をどう考えるかということについても議論がなされているということでございます。岡田克也君。まあ、ここに持ってきたのは武力の行使に関する、まあ、国際的な、まあ、整理であります。で、国連憲章第2条の4は加盟国の国際関係における武力の行使を原則として禁止をしております。で、しかしそれに対して例外を設けているということで、国連の集団安全保障措置、これは後ほど時間があれば議論したいと思います。それから個別的集団的自衛権、まあ、この2つについては違法性が阻却されると、まあ、こういうことになっているわけであります。で、この1のところの集団安全保障は後ほど議論したいと思いますが、もし総理が集団的自衛権を全面的に日本国憲法が許容しているというふうに解釈を変えようとしているということであれば、この個別的また集団的自衛権ということで、日本国憲法が禁止しているのは一体何なのかと、9条で禁じられているのは一体何なのかという議論になると思うんです。で、私今までの解釈は、いや、日本国憲法9条が禁じているのは集団的自衛権の行使と、そして侵略戦争であったと。もうこれ以外だと侵略戦、違法な戦争しかないわけですから。ですから集団的自衛権を認めるということになれば、全般的にそれは日本国憲法9条が禁止しているのは侵略戦争だけだということになって、これは他の国の一般の憲法と何ら変わらなくなるということですね。で、そういうふうに総理踏み出そうとしておられるんですか。それは非常にある意味で、まあ、大きなことだというふうに私は思って質問しているわけです。安倍内閣総理大臣。まあ、集団的自衛権についてはですね、まあ、政府は一貫してお答えをしておりますように、まあ、国際法的にはその権利はあるけれども、日本の憲法によってですね、行使については禁じられているという考え方であります。まあ、権利があって行使はできない、まあ、国際法と、まあ、憲法という違いはあるわけでありますが、まあ、そこでですね、そこで、まあ、先ほどこれ繰り返しになるわけでありますが、個別的自衛権においてもですね、まあ、必要最小限という、これはかかっているわけで、まあ、ございますし、その中の、まあ、制約において、我々はいわば自衛隊の存在というものをですね、
合憲だということで、まあ、今や、国民全体の認識、共通の認識になっているわけでございます。まあ、そこで、まあ、先ほど来何回も質問をいただいておりますが、基本的にはですね、そこで制約がかかっているわけでありますから、やっぱ自衛権全般にかかっている制約があるわけでありますから、当然それは制約としてはかかっているというふうに考えるべきだろうと思います。まあ、その中においてですね、国際環境が変わっていく中において、それはまさに個別自衛権の行使を認める、つまり自衛隊の存在を認める際の、あの砂川判決においてですね、これ日本の我々の生存を否定しているものではないと、それが憲法が要請するものではないという考え方、基本的な考え方のもとにおいて、自衛隊は合憲ということになったわけでございますから、いわばこの個別的集団的自衛権の行使につきましてもですね、そういう観点から今個別的に事例を挙げながら議論を行っているということでご理解をいただきたい。そして最終的にですね、この安保法制根による議論を得た後においてですね、与党で協議をし、そして法制局を中心として解釈について政府として判断を示したいと、このように思うところでございます。